閣議の概要について申し上げます。失礼しました。繰り上げ閣議の概要について申し上げます。一般案件等として第211回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説案ほか3演説案、令和5年度一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算等9件人事が決定されました。大臣発言として後藤大臣から令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について、財務大臣から令和5年度予算について、総務大臣から令和4年版消防白書についてそれぞれご発言がありました。私からは以上です。 NHK の古垣です。今日召集の通常国会について伺います。新年度予算案や脱炭素社会実現のための法案などが提出される見通しで、野党側は統一地方選挙を前に防衛費関連の増税方針や今後のエネルギー政策などを追及する構えですが、国会に臨む姿勢を伺います。先ほど令和5年度予算を国会に提出しました。また内閣提出予定の法案等として法律案60件、条約12件の提出を予定しています。令和5年度予算のほか、税制改正法案、GX 実現のための法案、感染症対策の司令塔機能強化のための法案など、国民生活に直結する予算や法案等の審議をお願いすることとなります。政府としては、それぞれの予算、法案等についてしっかりとご説明するとともに、国会審議に誠実に対応してまいりたいと考えております。テレビ朝日の車です。週末に行った弊社の世論調査でですね、内閣支持率が 28.1% と政権発足以来最も低い数字となりましたが、これの受け止めとですね、要因をどのように考えていらっしゃるかお聞かせください。世論調査の数字に一喜一憂はしませんが、一般論として申し上げれば、世論調査に現れた国民の皆様の声を真摯に受け止め、政府としての対応に生かしていくことが重要であると考えています。政府としては提出する予算、法案等をはじめ国会審議に誠実に対応するとともに、国会における議論を通じて政府の取り組みをしっかりと説明してまいりたいと考えております。日本テレビの江口と申します。ウクライナへの軍事支援についてお尋ねします。軍事支援を協議する国際会議が20日ドイツで開かれました。ウクライナが求めるドイツ製の主力戦車レオパルト2の供与については、ドイツが戦闘の激化を懸念するなどし、結論は見送りになりました。レオパルト2の供与についての賛否と供与見送りの受け止めをお尋ねします。20日にドイツで開かれた軍事支援を協議する国際会議で、ウクライナへの軍事支援についてさまざまな議論が行われたと承知をしています。他国の個別支援について言及することは控えさせていただきたいと思います。我が国は祖国を守ろうと懸命に行動するウクライナの国民とともにあり、そのような中で対ロ制裁とウクライナ支援を強力に推進してきています。本年の G7 議長国としてリーダーシップを発揮しつつ、引き続きドイツを含む G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しながら、適切にニーズを把握しつつ、国難に直面するウクライナの人々に寄り添った支援を実施していきます。 NHK の古垣です。話題変わりまして、日本漁船が北方四島の周辺海域で行ういわゆる安全操業について伺います。ロシア外務省が日本側に対して、今年の漁獲量などを決める政府間協議は実施できないとの通知を行ったということですけれども、事実関係と見解、政府対応について伺います。1月19日、ロシア外務省から在ロシア日本大使館に対し、北方四島周辺水域操業枠組み協定に基づく年に一度の政府間協議の実施時期を現時点で調整することはできない旨通知がありました。枠組み協定は日露間の懸案である北方領土周辺水域における我が国漁船による安全操業を実現するものであり、1998年の締結以来20年以上の長きにわたり
枠組み協定の下での操業を互恵的な形で維持発展させてきました。そうした経緯がある中で、今回ロシア側がかかる対応を取ったことは受け入れられません。政府としては引き続きロシア側が一日も早く政府間協議に応じ、2023年の可能な限り早いタイミングで操業を実施できるようロシア側に強く求めていきます。かぶりますか、朝日新聞の奈良崎です。週末の弊社の世論調査でも、政権内閣支持率はやや持ち直したものは相変わらず支持を上回る状況です。一方で経済対策と少子化対策に期待できるが、それぞれ 20% で、期待できないのに 70% 程度を大幅に下回っています。これへの受け止めと今後の政権にどういかを伺います。先ほど申し上げたとおりでございますが、政府としては提出する予算法案等をはじめ、国会審議に誠実に対応するとともに、国会における議論を通じて政府の取り組みをしっかりと説明してまいりたいと考えております。